はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ドラゴンクエスト6をやっていきましょう。今回はですね、ダークドリアムさんの前哨戦ということで、デスタムーアさんとちょっとやり合ってみようと思いますね。ここまで来るとね、もう、今ちなみにね、呪文使うのにしてるんですよね。呪文使うのに全然勝てるんですよね、ここら辺の雑魚さん。ちょっとね、それもね、ちょっとそれもお見せしたかったんで、デスタムーアさんの手前じゃなくて、ちょっと、バトルもして、雑魚さんとバトルもしていこうかと思います。これね、トロルボンバーはちょっと、今回初めてできたね。このパートというか、このちょっとね、この城に来たところで初めてできたんで、まあ、でもいけるでしょ。ねえ、もう168です。240あっていますからね。いや、痛恨食らってもへっちゃるな、これ。いや、もうね。テイさん、スーパーさんがレッスン中になりました。そうね。実はここに来るまで1時間ほど、育んできてましたから、さらにもうちょっとね。私は今ね、レベル61です。で、バーバラが60の、ドラゴンさんが50あって、もうちょっとね、ちょっとこれ、デスタムーアさんびっくりするよ、きっと。いや、それは聞いてないわーってね、多分デスタムーアさんが、ね、言いそうな気がします。この、キラーデーモンさんもね、全然大したことなくなりました、本当に。まあ、ドラゴンさんがね、はやぶさ切りでほぼ200当たるっていうのはね、これ大きいですね。あと、やっぱりね、バーバラさんのね、ギガデインが2発当たるっていうのがね、これす、しまった。私こんなことしてる場合じゃないわ。私ハッスルダンスしないとね。ミキさんは賢者、ハイウェイザードになったミキはザオリコの呪文。ハイウェイザードになった、まさか嫌な予感するんですけどね。よかった、リーチだ。いや、でも今回はね、もう突っ走りますよ。おー、どうせ勝っちゃうとエンディングでセーブできないんでね。まあ、何してんの？今回はね、デスタムーアさんまで行っちゃいますよ。確かここだよね。デスタムーアさんまで行きますよ。てか、デスタ、しまった。これ、カンニングしないといけなかったかな。なんかこんな感じだったよね。私の記憶によると。いや、忍び足使った方がいいかな、ここは。どうしましょうかね。ここはじゃあね、普通に何もない。召喚ダメだね。呪文あれ、ほいほい。おお、アースクイックだね。避けられちった。いや、私が使ってもね、他の人頑張ってくれるでね。キングスさんがね、キングスさん、ピエールさん抜いたかもしんないね。もう、すごいね、キングスさんね。何しようかな。じゃあね、私はね、そうだ。私はもう、初ダンスだわ。多分これがね、出るとね、ほぼとどめになりますね。はい、キングさんは男の初代になったと。見えた、よかったよかった。これでね、ある程度わかるんですよ。で、降りて、これだ。覚えてるね、ある程度ね。よかった。これもね、殴っていいんじゃない？あ、そう、効かないんだった。今回はもうね、デスタムーアさん入れて、来たよかった。もうね、忍べし使ってもいいんですけど、もうね、忍べし使った方がいいのかな。いや、でもね、もう殴っていけるんでね。ねえ、これで230弱あるでしょ。でもやっぱりこの聖剣突き強いね。デスタマーさんとか楽しみだわ。一応ね、もうここまで来たんで、私ちょっとあれしましょうか。忍び足で行きましょうか。
トフィロスとの間はどうなんだろうね。あら、いやいや違うよ。あ、そうだ、これであのセーブができないんだよね。じゃあやらせていただきましょう。あファファファ、またやってきたよみたいな、あれはでまで YouTube 流れてもまだまだ。そっか、あなたやられた記憶がないんだよね。セーブできなかったから。ゆきさんに気がつかない、気がつかないとはどこまでもおめでたいやつだ。いかに経験を積み修行をせようともお前たちの嘘で蒸し切られするよと。やからはそれが分かるまで何ででも思い知らせてやらず、このデスタムはこそが生きとして生きるものだもの、大たる存在だということになった。やってやりますよ、もう。そう、あなたたち解放しますよ。もう作戦でね、呪文使うのから、もうみんなが、あ、命大事だね。私何しようかな。私何、これね、ギガスラッシュが当たったら笑いが止まらないんだけどね。あ、一匹だけそうなんだね。なんでベホマーラ唱えたの。あら、バーバラさんのベホマーラの意味がわかんない。あ、そっか、一匹しかやっつけれないんだよね。使って損しちゃったね。あ、しまった。さすがにね、さすがにフバーハ唱えましょう。ババーさんベホマーラばっかりだって。どうだろうこれ、命大事にやめた方がいいかな。頃合いを見て命大事にした方がいいかもね。ね、じゃあ作戦をね、みんな頑張りにしましょう。私は普通にデスタンマーさん行きましょうか。ギガスラッシュ使ったらもったいなかったね。いや、なんだろう、このすごく安心して見れるの。だってデスタンマーさん倒したのテレビ何だっけ、30代だった？まさか40いってたかな。なんかね、ディスタミアさんもドリアムさんも間違えてやっちゃったような記憶があるんだよね。来るつもりなかったなみたいな。あ、そうだよね、なんか落ちちゃってんだよね。あ、でもディスタも、あ、そうか、俺は簡単につけんだね。しかしどからなんでもなんかおぞましい声が聞こえる。やはりジーナ使ってたら失礼だって言うだろうな。相手はこんなに了解ない。いやー、どんどん来てください。おお、こんなんだったね。もう1ヶ月以上前だったかな。じゃあどうしましょうかね。とりあえずじゃあフバーハでも唱えましょうか。これもう一回変身するんだよね確か。手が右手左手があったんだよね。右手左手があって、あ、バイキルト行こっか。私は殴りはしないんだけどね。もうデスタンマーさん一匹しかないから。でもね、これバイキルト他の人となっても皆さん物理でガッツリいかないんだよね。よし、ね、なんか使ったね。ダムで凍てつくハードを使っちゃいましょう。スクールもなんか使ったよね。この安心して見れるのね。おお、バーバラさんやばいね。やばいから私踊っちゃおうか。ハッスルしましょう、ハッスルね。あしゃーれと。あ、バーバラさん入れ替えてもよかったんだけどね。あ、バーバラ迷走しちゃった。どうしよう。ああ、まだいいか、まだいけるね。じゃあね、道具でラミアスの剣が。ああ、しまった、ドラゴンさんにしちゃった。あららら、ら、私にしないとドラゴンさんもブレスしかいかないでしょ。しまったね。いや、十分でしたね。そうだ、聖剣好きでもなるんだ。あ
らららら、突進してきちゃったね。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう。じゃあね、私がね、ラミアさん、私にね、なんで倒しちゃったか。エンディさんをやっつけたと。わははは、愚かな者、わさびはここまでとしよう。お前たちの体を引き裂き、その腹渡を食らいつくってやろうぞ。あった。あ、だだ。いや、もう何この余裕。これでもドレアモさんやばいんでしょうね。あの、一応ね、これが土曜日に流れますんでね。土曜日に公開されますんで、まあ、ちなみにこれは金曜日にやってます。土曜日に公開されますんで、この土曜日の、ライブ、一応予定としては8時、20時予定としてますんで、その時にね、一応まあダークドレアモさん行こうと思いますよ。20巻厳しいと思うんですけどね。あ、来たね、これね。あ、そうだ、これだ、これ、これ、これ。はい、あ、そうか、これはあれか。一応フバーハ、一応フバーハしておきましょうか。いや、75しか食らわないよ。ああ、これだね。イオナズンいっちゃうかな。ギガデインじゃダメなんだよね。あら、キングスさんもそっち行っちゃうんだね。あ、眠っちゃったね。あら、凍てつく波動ね。いっか、突っ走れそうな気するんですよね、私ね。だもんでね、じゃあビッグバンで行っちゃいましょう。バンはね、やっぱりちょっとマジックパーがねあれなんですけど、これでもなんか入れ替える、あ、食らってんね。おたけびを開けたらこうなのか。ハッピーホマラね。いや、でもね、全然余裕だねこれね。さあ踊りましょうか。走る、走るね。あ、そうだ、走る、走ると。なんかイオナズン地獄ですね、これね。喋れないですね。ああ、右手もう終わっちゃったね。右手がえらく早い。てか、右手にすごくダメージがあったね。どうしましょう、どうしましょう。ああ、踊るか。踊るべきだね、私ね。はい、触れた。触れた。あと、皆さんお任せしましょう。そんな無駄遣いするの。ザオリクだ。そうなんだよね。で、右手はじゃあザオラロとなるのかな。となったら、私倒した時ラッキーだったんだよね。ザオリク唱えなかったもんね。さあどうしましょう。さあどうしましょう。私はちょっとハソルしてきますか。ちょっととね、バイキレット入れたいところだけど、キングスさん下げた方がいいかな。デスタモアさんやっつけちゃわないかな。手より先にね、残ってないのかな。だいぶデスタモアさん蓄積してますね。
おお、なかなか聞きましたね。さあどうしましょう。じゃあ入れ替えましょうか。障害でね、ドランゴさんも若干下げましょうか。じゃあ私先頭でバーバルさんで、ミレイユさん、ピエールさんでいきましょうか。で、私これでハッスルした方がいいのかな。ほな皆さん後ろの人も回復するのね。あら両手やっつけちゃった、両手やっつけちゃったね。いや私ね、密かにこの動画にね、やり始めた頃ね、この開始した頃ね、30分かかっちゃうかなと思ってたんですけど、これ20分かかんないね。多分20分かかんないですよ。あとラミアスをね、じゃあ誰に、あ、私に行こうか。私全然マジックパワー減ってないもんね。なんでそれ行くのかな。なんでヨナズ行ったのかな。あら、もう焦った。ムーアっていうのね。ぐきひひな、なぜだこの私がこんな虫けらどもにやられてしまうとは。意識を忘れていく私の世界が崩れ、ぐはっと。いや、あんなに大変だったのに、こんなに簡単にいくとはね。あっち、あなたの声が聞こえるか。私はマサールだと。急いでそこを脱出するのはどこか分からぬが、この世界が崩れ落ちようとしているのだ。はっ、もしやその人たち、どうしたもう。そうか、そうなのだな。よし、分かった。我々はこの狭間の、この狭間世界に閉じ込められた人々を助ける。その人たちまで、手は回らぬが、その人たちなら自力で脱出できるだろうって、もうちょっととんでもないことで言いますよね。行くぞ、クリムト。はい、アニウェイ。エンディング忘れちゃいましたよ。何ターンだったんでしょうね。時間にして10分ないですよね。いやー、やっぱり強くなってます。これ多分メンツ入れ替えなくても私ハッスルしてるだけで勝てましたよね。私もっとね、もっとビッグバンガンガン使おうかなと思ってたんですけど、いやー、皆さん育ってくれてますわ。でもエンディングはね、これね、全部は書けませんので。あ、ヤクルたちや、デスタムは滅びたり、狭間の世界も消えようせなと。狭間に囚われてた人々もそこの二人に助け出されたと。これで世界は真の平和と向かっていた。あ、ダメだこれ、これも全てその人たちのおかげで本当にご苦労だった。この後ね、ちょっとね、バーバラさんで私悲しくなっちゃうんでね、そろそろ終わっておきましょうか。もうバーバラさんのね、ところ見ちゃうとね、辛くなっちゃうので。え、お別れの時は来たんじゃなと。そうですね、お別れしましょう。ここまでその人は存在するはずもないと。はいと、はい、しかし安全ではない世界があるべき本当に使って模様だけじゃーと。さて、じゃあ行くとぞ。テリーさん、喋ったんだね。こういう場所、ああ、言ってたね。こういう場所苦手にね、悪い。2つ先に馬車に戻ってるわ、あったね。あ、待って。そんなに言わなくても、あった。なんか、ミデウさんね、もうぐる振り回されてね。また仕方がないかね。ごめんなさいね。あんちゃん、そんなわけだから、私も先に。おー、いや、これちょっと、ほんと、バーバラさんのやつ見たくないんでね。では、ジェニスを、と。あ、待って。はい、じゃあね。この辺で終わっておきましょう。デスタモアさん、かなり余裕でした。私の想像予測を上回るほど、簡単にいってしまいましたと。というわけでね、本日の、ライブで、ダークドレアモンさん、リベンジじゃないよね。勝ってんだから、前回。
リベンジだから20ターンでいけるかどうかね、厳しいなと思うんですけど、ただまあこのデスタムーアさんじゃないわ、あデスタムーアさんか、デスタムーアさんを見る限りは全然問題ないのかなっていうところで、でしたのね。というわけで終わっておきたいと思いますね。それではあのドラクエ6、ちょっと前哨戦、ダークドラムさん前哨戦、デスタムーアさんというところで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。